明日の800年祭に備えて今日は尾賀宝堂ですね。国の重要文化財、これは文化11年1810年に再建されたものですね。明日の開山の大法要を前にして今日はね、大事その準備に終わってますね。これは唐門、これも国の重要文化財ですね。この唐門は、桃山府向かい唐破府ということですね、政府4年1647年に一応使用されておったんですが、昭和23年に解体修理を施されました。これは庭園の工場の解体です。もう今ね、早く帰るからね。だからほら、また小町の住宅に鎌倉から帰ってくるんですよ。ちょっとお返していただこう。気にしなくなっちゃう。今日はどんより天気だからね、全然光が差してないから空もいいかもしれないけどね。紅葉の加減を見せたりするのは、ね、この中で座禅が普通あります。座禅が多くなる。これは包丁ですね。北条とは本来十字が居住する場所であると。少し紅葉が進んでるけどね。少しだけ紅葉が進んでるね。
これは庭園だよ、国主席だよ、三碧地と庭園は開山大覚禅師が作ったものだと。創建は750年にして平成15年に大改修したと。